2023年、10月26日、広島同時新聞ニュース、号外でございます。昨日ですね、ホームヘルパー、国賠訴訟、このですね、控訴審がね、結審をね、いたしましたところでございます。詳しくはね、この、諸星太夫さん。この方のね、Facebook もね、ぜひね、ご覧になったらね、いいかなと。そうですね。様のね、Facebook。参考ですね。ぜひね、参考にされたら、ね、いいかなと思いますので、詳しくはこちらの方をね、ご覧いただければと思います。まあ正直ね、ほんとね、労働基準法を守れないね、介護保険っていうのはね、もうこれはね、違法ですよね、はっきり言って。ね。で、現にね、もう、介護業界からね、人がもうどんどんね、流出していると。まあそういうね、状況がね、あるわけでね。まあ、もう、やばいですよ、ほんとにこれはね。でね、困難事例からね、撤退するね、事業者も出てると。で、撤退した方がそれは儲かるからですよ。ね。でね、ほんとね、緊縮財政とね、そして市場原理でね、競争を促す介護保険の今のあれ方っていうのは無理があるわけなんでね。まあ市場原理でやればね、逆に言うと、まあ営利の企業にやらせればね、企業のね、利益確保の分ね、それは上前跳ねるって言い方はね、まあ、かなりね、失礼な言い方になりますけど、そうなんですよね。で、その分やっぱり利益上がる分ね、ケアの質は落とさないといけない。そしてね、緊縮財政をやる分ね、やっぱそれだけ質を落とさんというか、そういうことですよ。まあ、ほんとね、困難事例っていうかな。そういうところからね、もう撤退する事業者も出ると、もうそろそろ介護難民が出てくると。でね、正直、大昔はね、東京23区でもね、ヘルパーって公務員だったしね、広島市では校舎の職員でね、ホームヘルパーなんかやっちゃってるわけですよ。ね。で、EU でもね、一度に民営化してしまった国もあるんですけどね、最高齢化の流れっていうのもあるわけでね。サービス確保にね、もう公営も必要ですよ。まあ、スウェーデンなんかも実はね、一回ね、やっぱり民営化、半分ぐらい民営化してね、で、そのために多国籍企業二つ入ってきて。で、まあ、政治家や官僚との癒着みたいなのも出てきてね、スウェーデンはね、そんなに昔はね、汚職なんかそんなになかったのね、結構汚職事件なんかも発生するようになったりしてね、本当に良くないんです。こういうことをね、民営化しちゃうっていうのはね、やっぱりそういう汚職とかもね、含めてよろしくないということですよね。ホームヘルパーの待遇を上げて、ね、日本の介護を守ろうという署名ぜひね、ご協力お願いいたします。そしてね、またね、やっぱりもうサービス確保と、適切なサービス確保のためにはね、公営にしていくという、もうね、大事じゃないのかなと思います。そして本日10月26日はね、反原子力の日です。昨日ね、東電福島第一原発ね、汚染排出で作業人4人の方のね、被爆もね、確認されるという状況です。東京ではね、ね、反原子力の日のね、行動ね、集会デモがね、原子力ね、資料情報室さんの方でね、されますんでね、ぜひね、こちらの方もね、ご参加をね、いただければね、幸いであります。ほんとね、原発回帰、ね。自称ね、グリーントランスフォーメーションと称した原発回帰。まあ、そしてね、汚染水のね、流すということですよね。いやー、これはね、やっぱりやっていかな、本当ね、これに対して、ね、反対をね、していかなければいけません。東海第二原発、ね、再稼働の動き。柏崎刈羽原発、再稼働の動きあります。まあ、東海第二原発なんかね、本当に非常に東京にもね、近いということでね。ぜひね、東京の皆さんもね、自分のこととしてね、受け止めて、ぜひね、考えていただければなと思うわけであります。まあ、どんどんね、もう核のゴミもね、溜まっていくわけですよ。ね。紙の席も含めましてね。だから原発を再開するから核のゴミが溜まる。溜まるから紙の席にね、まあ、持ってこようとすると。
ね。一回中間貯蔵施設にしたらね、もうね、結局、ね、カブネサイクル止まっちゃってるわけだからね。結局、亀の巣に堆積していくわけですよね。そして10月29日、20日市市議補欠選挙が行われます。友人のね、保育士、村田博明をね、私、佐藤修一、応援をしております。よろしくね、村田博明。村田博明をね、20日市議会にね、お願いいたします。若き、政治家です。本当に、保育園をね、不当解雇されてね、結局ね、本人だけでね、本人裁判でね、勝ってね、勝ち取ってね、それでね、損害賠償金も勝ち取ったということでね、行動力のあるね、村田博明、保育士のね、村田博明、児童虐待もね、そしてね、高齢者虐待もない20日市、目指してね、頑張っております。ね、いろんな無料化もね、実はね、基金があって、それからね、できるんだということでね、頑張っております。ぜひね、また、20日市市政ね、市長選挙の方はね、無投票になってしまいましたけれどもね、市議補選の方をね、ぜひね、ご注目いただければ幸いでございます。特にね、村田博明、ほんとこのとこはね、やっぱりしっかりで、ケア労働の、ね、改善ということも取り組んでいただけるというふうに思っておりますんでね、20日市からね、広島全体を変えていく。広島庶民革命、私が唱えている、広島庶民革命にもね、合致する候補者であると、考えておりますので、ぜひね、村田博明を、よろしくお願い申し上げます。それでは皆さん、最後までね、ご協力ご清聴、誠にありがとうございました。失礼いたします。